整形した過去はありますか？あと整形してみたい場所などがあれば詳しく教えてください。ついでにこういう顔になりたい有名人も教えてください。整形した過去は今のところないんですけれども、ずっとやってみたいなって考えているのが、目を二重にする整形をしてみたいなって考えています。私は日によって、顔の状態によって目が二重だったり一重だったりするので、一重じゃなくて二重を安定できるように二重になる手術がしたいなって思っています。で、こういう顔になりたい有名人ですよね。最近は、今田美桜ちゃんがすごい目がパチクリしてて可愛らしい顔ですごい整っている女の子になりたいなって思います。三大欲求の食欲、睡眠欲、性欲を10で振り分けてください。なぜその数値になったのか、それぞれの思いを語ってください。難しいな。じゃあまず食欲が4で、睡眠欲も4で、性欲が2です。理由は、私は食べることと寝ることがもう本当に大好きなので、だいたい半分ぐらいを占めてそうなので、それぞれ4にしました。食欲も睡眠も、どっちも同じぐらい大好きなので、どっちも同じ数字になりました。で、残りの性欲なんですけれども、まあ、人並みぐらいなので、残りの2ぐらいで妥当なのかなと思って、4-4-2っていう割合になります。性欲は強い方ですか、弱い方ですか？生理の前と後はすごい結構強くなってしまいます。それ以外は特別強いとは思わないんですけど、やっぱり生理前後は異常に強くなってしまいますね。誰かとしたいなと思っても、相手がすぐ見つかるわけでもないので、そういう時は一人でしてしまいます。まあ、最近はもっぱら一人です。一人でしたくなった時にはそろそろ生理が来るかもっていう予兆にもなるので、この特性にはちょっと感謝しています。